I, Donald John Trump, do solemnly swear the Constitution of the United States. Congratulations.ドナルド・トランプ氏が20日、第45代アメリカ大統領に就任。ワシントンにある連邦議会議事堂の前で宣誓したトランプ大統領は、その後行われた就任演説でアメリカ国民にこう訴えかけました。 Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today, we are not merely transferring power from one administration to another.Or from one party to another. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. ワシントンという言葉を引き合いに、既存の政治から脱却する姿勢を強調し、格差に強い不満を持つ人々に向けてアピールするトランプ大統領。 That all changes starting right here and right now because this moment is your moment, it belongs to you. We are one nation and their pain is our pain. Their dreams are our dreams and their success will be our success. We share one heartOne home and one glorious destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. トランプ大統領は選挙戦で分断したアメリカの結束のために政権運営の基本原則、アメリカ第一主義を強く訴えました。 From this day forward, it's going to be onlyAmerica first. America first. トランプ大統領は早速基本政策として TPP 環太平洋経済連携協定からの離脱、さらにカナダ、メキシコとの3カ国による北米自由貿易協定の再交渉を行う考えをホームページで発表。さらに演説ではイスラム過激派のテロを根絶すると強い決意も表明。一方、その後ワシントン市内ではトランプ新大統領就任に抗議するデモが発生。一夜明けた昨日も女性たちを中心に50万人規模のデモが発生し、さらに世界およそ80カ国でも同様のデモが行われているといいます。そんな中、トランプ大統領は就任翌日の昨日、CIA 本部を訪問。 Very, very few people could do the job you people do, and I want to just let you know, I am so behind you. 政府機関の中でも CIA を最初に訪問し、今後の関係を重視する姿勢を示したトランプ大統領。動き出したトランプ政権と今後のアメリカの行方は。January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. さあ、皆さん、おはようございます。おはようございます。時刻は7時を回りました。1月23日月曜日、モーニングクロス、堀潤です。安田由子です。僕もリアルタイムで演説聞いていましたけれどもね。はい、まあ、アメリカ第一主義、もともとどの国も第一主義は実を言うと掲げてはいるし、はい、それほど問題ではないのかなと思いつつも、一方でやはり排外主義だったりとか、多様性が失われるようなことを導いていくのであれば、これはやっぱりはっきりノーと言いたいと。あと、もう一つはやはりこう公共事業をどんどん増やして、皆さんに全ての人に仕事を与えるんだなんて言ってるのは、でもね、やっぱりナチのね、ヒトラーの演説を思い出しましたよ。そうですね、第一次世界大戦をね、ドイツの復興に導いたのは、ある意味、ナチの公共事業だったわけですね。ですね、いやー、吉と出るのか凶と出るのか、皆さんのご意見いかがでしょうか。本日のゲスト、こちらのお三方です。皆さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、さまざまな
切り方があるかと思いますが、貝沼さんはトランプ新政権どうご覧になってるんですか。はい、今公共事業やるような雰囲気というふうにおっしゃいましたけども、やっぱり日本だと今更箱物やるとか言ったらこいつ大丈夫かって話になるんですけども、例えば石油産出量でいうと今、まあ、サウジアラビア1位である、2位アメリカなんですよね、はい、でやっぱりもうアメリカでオバマは再エネガンガンやるとかって言ったんだけども、うん、気づいたらここ10年ぐらいで、まあ、バンバン足元から石油が湧いてきてるっていう、シェール革命ですね、という状況であると。だから、まあ、やれるオプションが実はすごい増えちゃってるっていうアメリカの状況をどういうふうにコントロールするかっていうのは非常に楽しみだなと思いますね。一応、まあ、パリ協定も発効するということで環境、まあ、自然エネルギーこれ力入れていきましょうっていう機運だったんだけども、公共事業でトランプさんはほれほれとほれほれというふうに言ってますからね。さあ今回初登場です、起業家で株式会社ミコリーファウンダーの豊武桃子さんです。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。22歳、はい、学生の時に起業してそうなんです、3年生の時に起業して今休学してるんですけれども、具体的にはどういうサービスなんですか。出張の美容サービス、ネイルとかヘアアレンジとか、マツエクっていうのを出張で来てくれる、うん、オンデマンドの、サービスの、プラットフォームっていうのを作っています。なるほどね、はい、どうですか。でもアメリカの景気経済の行方っていうのは世界に連動してますけど、トランプさんが就任することによって、そうですね、モフさんどうご覧になってるんでしょうか。あれです、次の就任の次の日とか女性の方々がこうデモとかを中心にピンクのこうアイテムをつけて起こしていたと思うんですけれども、まあ、そのトランプさんの発言とかから、まあ、女性のこう女性としてその、まあ、その雇用っていうのは、うん、まあ、こう推進していってほしいなとは思いますね。ねえ、うん、さあ若新さん、はい、こちらご覧ください。振られちゃった、はいはい、オバマ大統領と、はい、あでもクロスは割と良心的かもね。いつもトランプさんといえばむちゃくちゃ怒ってるとか煽ってる顔ばっかり使うんです、笑顔もあるんですよ。メディアが切り取った印象に左右されないようにねっていう理念ですが、オバマさんとはやっぱり全く違いますと、うん、演説の中に、まあ、オバマさんはやはり民主主義であったり自由であったりとかそういったことを説いてましたけども、今回は自由なんていう言葉は1回しか出なかったし、民主主義について説くことなんてほとんどなかった、米国第一です、あとは覇権主義からの撤退ということで、オバマ政権ではやはりイラク、アフガニスタンから米軍撤退を模索という話です。で一方で IS については打倒最優先で、国境の壁建設、テロ対策、TPP を離脱したい、防衛に関しては軍備増強したい、予算削減したいというオバマとは全く違う、先ほど貝沼さんからありましたけども、環境対応ですけども、とにかく景気雇用対策には、掘れるところは掘りまくれと、ああいった太陽光パネルなど、あんな勝手にエネルギー物が雇用を奪ってるんだなど、そういった主張からパリ協定も脱退するんだというような話なども一時してました。どうなるんでしょうか。そしてオバマケアは見直しして、まあ、新たな法人財源税などで、中間層の底上げを図っていこうという話ですね。これでもなんかこれ対比して見てるとちょっとね乱暴な言い方かもしれないですけど、アメリカの本音と建前みたいに見えます ね。なんかトランプが主張してるのが実は本音で、うん、オバマさんが提案してきたことは、まあ、もちろんその国際関係の中で力を持っているアメリカだから当然なんでしょうけど、ちょっと建前的だったというか、でやっぱその建前に対してなんかこう本音が出てきたっていう感じなのかなっていう気もしなくはないですけど、うん、まあそこをちょっとこれから注目なんでしょうね。そのね本音が今年はヨーロッパでもおそらくむき出しになるのではと言われています。この本音がむき出しの世界ですね。ちなみにトランプ氏が最初に会談を行う首脳はイギリスのメイ首相と。なるほど。EU 脱退でよしイギリスはまた大英帝国を築きたいと、建前崩壊の時代ですね。アメリカで大主義貫きたいということで、どうなるんでしょうか。さあここで今日の意識調査テーマ発表です。こちらです、はい、今後の日米関係は皆さんどうなると思いますか。良くなる、悪くなる、変わらない。新聞の、ね、世論調査では、まあ、若干悪くなるという方の方が上回ってきましたね、まあ、ただまだ具体的にどうなるのかっていうのは海のものとも山のものとも言えませんが、はい、貝沼さんどうですか、印象としては。なんか悪くなるという声が多いようですけども、うん、なんか意外と今のところこう具体的に外交のところとかが見えてきていないなというふうに思ってますけど、ね、まあ、まだ始まったばかりですからね、うん、さあ皆さんのご意見聞かせてください。後ほどまた触れていきたいと思います、はい、さあ皆さんの意識調査の結果こうなりました。今後の日米関係はどうなると思いますか。せーのドン。お、
変わらない771票で最も最多、皆さん冷静な受け止めしていますね。一方で今より悪くなる、次いで多いです、759票、良くなるという方は300票近くということで、皆さんの判断ご覧のようになっています。ちなみに、弁護士の高見さんからツイッターが来てましてね、オバマ政権の話なんですけど、オバマ大統領は世界の警察官を辞めると言ってシリアの混乱を深めた上に、無人機による爆撃やビンラディン暗殺のような違法行為をどんどん推し進めたと、オバマケアは作ったが格差は広がったという話で、確かにそういう部分はありますよね。あの無人ドローン攻撃機の出撃回数はオバマ政権が最多ですから、そういう見方もありますね。さあ、安定をもたらすのか混乱をもたらすのか、トランプさんどうでしょうか。